今まで一切何があってもパンダさんが LINE 来なかったのに、なんだこれと思って、すいません、おデブコンビさん、何ですか今日はですね、お二人にちょっとやってほしい検証企画を持ってきました。心の準備 OK ですね。きついじゃないでしょ。きついくはないです。美味しいです。美味しい、はい、いいですか。やろうかな。やりましょう。一日激辛料理だけ食べたら痩せるのか。さあ始まりました、プリトチャンネル。ハロー、佐々木です。パンダ、ズルハゲ。というわけでですね、激辛料理を食べれます。お、嫌いではない。いや、きついっすよ。一人が一日ずっと激辛料理食べます。食べない人は同じ食材の辛くないものを食べてもらいます。激辛の方の人の方が痩せるんじゃないかっていう。なのでどちらかが激辛。それはもう決まってます、どっちか食べるか。うん、でいきます。そう来なくっちゃ。俺全然いけるから。相当きついのは嫌だけど、でもやっぱ汗かくぐらい辛くないと、やっぱ痩せてるのかどうか分かんないから。それではいきます。割り箸カモン。この割り箸の赤くついてる方を引いた人が激辛です。オーケー。こっちかな、わかんないですよ。こっちに寄ってる。じゃあいきます。せーの、はい。いやー、セーフセーフ。それでは体重計に乗りましょう。はい、はい、ではお団子さん乗ってください。はい、 84.5。 はい、続いてパナさん、はい、乗ってください。 104.4。二人とも痩せたね。痩せました。うん。それでこれがどう変化するか。まずは朝食。お腹空いた。それでは用意しました。はい。蒙古タンメンです。蒙古タンメンか。蒙古タンメンって辛いお店だよね。辛いお店です。辛くない人無理じゃん。辛くないメニューもあるんですよ。普通の方。はいはい。こちら普通のラーメン。辛すぎんな、きついな。五目味噌タンメンという通常よりも何倍も辛いと言われてるメニューらしいです。これ、はい、これお昼前ですからね、もうそろそろ。お昼前で一発目、これ。一発目の蒙古タンメンはきついかもな。すごい辛そうだな。これね、辛くないのよ。うわー、違うわ、ほら見て。赤だ。確かに色違う、ね、全然違う。こっからでも分かるもん。お好きどうぞ。行ってみます、いただきます。いただきます。ちょっと不安だな。辛くない。うまいっしょ。うん、いただきます。辛いね。辛いね。もうダメだ。俺もう今日一日ダメだと思う。もうこれ一発目でこんなになってる。痩せるか痩せるか傾斜から。ありがとう。俺多分ね、俺そんな辛いの得意じゃないのかも。泣いてる。だってね、美味しさはすごいあるね。うん、もう美味しそうですよね。めちゃくちゃうまい。なんでした。汗かいてる。うん、あ、ちょっとほんのりかいてる。ほんのりかいてる。スープ飲んでみたらいいんじゃないですか。本当に辛いか。うんうん、スープが辛いよ。スープが辛い。マジでスープ辛いね。言わないよね。なんでそんな麺って。でもね、めちゃくちゃうまいわ。俺も汗かいてる。かいてる。かいてる。おでこ開けてみてください。ピラン。違う目的。美味しい。はい、普通の方完食。完食。はい。体重さ、パンさんの方が重いからさ、今日一日過ごしたらさ、お団子と同じぐらいの体重なんじゃない。なるか。ほんと体内も熱い。うわ、真っ赤。完食しました。というわけで、今日一日こんな感じで行かせていただきます。頑張ってください。いいね、楽で。お昼です。はい、はい、あれからちょっと数時間経ったわけなんですけども、はい、お腹は全然やっぱ落ちていますよ。まあまあまあ、まだいけます。はい、お昼といえばこれというものを注文させていただきました。ココイチカレーです。よいしょ。お団子さんには普通なので、はい、甘口ポークカレーです。よいしょ。そしてパンさん、辛い担当の方にはですね、はい、ポークカレーの辛さ5倍。5辛。結構辛いんだよね。でもカレーは嬉しいわ。やっぱランチといえばね。なんか今日いいね、ラーメンカレーで最強ですよ。ありがてえな、俺の方。マジで。いやいや、俺も嬉しいよ。はい、いただきます。でも生ぬるい色してるわ。生ぬるい。やっぱこんぐらいだよ、やっぱ。うんめ、甘口。美味しい。辛ない。辛い。すごい辛いけど美味しい。これぞカレーだよね。幸せですわ。あら、いいね。汗かかない、こんぐらいの。普通のカレーより甘いですね、甘口だと。目にも食いますよね、辛いの。いつもと全然違う目になるの。大島さん、本当に大島さん、僕の友達の赤ちゃんいるんですけど、大島さんが苦しんだり泣いたりしてるのを見て笑うんですよ。他では一切笑わないんですって、アニメで。プリッと僕出てるから、プリッと見た時にパンダさんの苦しいのを見ても笑うんですって。で、一緒だと思ってるぞ。今見てるから苦しんでるよ。
汗本当だ、めっちゃ出てない、汗かいてきてる、ほらピナーン、いやそこじゃないのよ、毛布よりかいてんじゃないかな、いやそんぐらいある、でもね、いや分かった、毛布で代謝が上がって、上がったのかな、うん、うん、はい完食、やった、うわーバカすぎる、もうやっちゃったよ、過酷すぎる、そこじゃないです、うわどうすんの、でもよかったですよ、エビに味がついたから、いやいや、そんなポジティブじゃねえんだ俺、いいよアップしなくて、汗はすげえ、それ飛んだの、なんで飛んだの、 OK 終了、よいしょ、痩せる感じはね、マジする、すごい痩せてる、うんうんうん、滝のよう、おやつの時間だよ、よっしゃ、おやつって嬉しいっすね、おやつ嬉しいよ、お団子さんになったって嬉しいよ、辛くない担当の団子さんには、はい、俺のチップス、うわお、これ王道だよ、辛い担当のパンドさん、オークンハバネロ、いやですね、同じ量ぐらいということで、はいはい、60g と56g、うん、辛さ指数マックスじゃないですかこれ、ほんとだ、いただきます、いただきます、おいしい、辛くないですかそんな、いて、うんうんうん、あれなんか汗かいてきてる気がする、でもなんかね、ほんのにね、わかるかな、どうですか、どこ取ってんだよ、すいません、ジンも来ました、本当やめて、じんわり来てました一応ね、おでこは汗かくにいいですか、汗どうですか、かいてはないけど、ちょっと聞いてる、聞いてねえだろ完食、相当俺汗かいてると思うな、でこの汗がちゃんとカリで掃除してる汗だったらいいですね、ただ単にの汗、夜食えるかな、辛いの、夕食が最後になりますので、はい、はい、ついに夜が来ました、一休みしまして、はい、もう汗引いちゃったもん、これは残ってるからこれ引かねえだろ、心配かない、そして夜のご飯はヤンニョムチキンです、イエーイ、チキン、はい、ヤンニョムチキンといえば辛い、辛い、味見なんですけど、辛いね、はい、おだんごさんにはこちらの辛くない醤油味です、おーしょー、タナさんはこちら激辛ヤンニョムチキンです、量は全く一緒でございます、すごい赤さ、本当だ、全然違う、レイゴ、おーしゃー、いただきます、辛いね、これもカリッカリ、うまそう、匂い、うん、うん、いい感じです、全部洋食食べたけど、うん、辛順に言ったら間違いなく、蒙古タンメンと蒙古タンメン、こっちだから見てる側の感想じゃないのよ蒙古タンメンでしょ、うん、ココイチ、うん、ヤンニョム、ハバネロ、あれかも、やっぱ刺激って慣れてくるから、慣れてくるかもね、一番辛く感じるんだろうね、今までと違って汗はかいてない、あんまり、いや、かもしれん下がヒリヒリする、食べ終わりました、はい、食べ終わりました、それでは、体重測定に参りましょう、よっしゃ、ではまずお団子さんなんですけども、はい、食べる前までは 84.5 でした、はい、ステーキの大発見になるかもしれないから 86.6 食べた直後なんでね、今回パノさんです、106.5、うん、より少なかったらそっちの方が痩せてる、一緒じゃ意味ないから、やったね、パンさんは 104.4 でした、はい、では乗ってください、いきます、 106.2、 つまりそういうことは辛い方を食べる方が痩せる、わーすごい、代謝がすごかったんよ、世のデブたちはいっぱい食べたきゃ辛いもん食えってこと、食えってこと、ちょっとショックなのやめて、300太っちゃったみたいな顔を、それではこの動画が参考になったな、楽しかったなと思う方はチャンネル登録、高評価お願いします、それではまたね、バイバイ、さよなら、激辛パワー、この後落とします、無理ですよ、24時間ゲームセンター生活、ほら500円でご飯、うわっ、うわっ、食べたらもうマスクで寝れますわ、お気に入り、今回ストレスで痩せようじゃないから、ね、気をつけてください、涙流して痩せようじゃないの、お気に入り。